ネジキといえば金ネジキだからサポート初の UR として登場する説。はい、どうもシャロンです。というわけでですね、今回ロストアビスに収録されるネジキというねサポートカード登場しまして、これがめちゃくちゃすごい効果になってますので、今回ね考察動画をやっていきたいと思います。この動画ではこのネジキというカードの使い方だったりとか、まあ、考えられるコンボみたいなものをね徹底的に分析していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、というわけでね、今回発表されたこのネジキね、効果はこちらとなっています。自分のトラッシュから種ポケモンを1枚選び、自分の場の種ポケモン1匹と入れ替える。ついているカード、ダメ感、特殊状態、効果などは全て引き継ぐ。入れ替えたポケモンはトラッシュする。はい、これね、パッと見だとちょっと強さが分かりづらいテキストしてますよね。だけどこのカードめちゃくちゃいろんなことができます。汎用性もありますし、まあ、ロマンもねめちゃくちゃ溢れる、まあ、素晴らしい一枚なんじゃないかなと個人的には思ってます。あとね、このポケモンをバトトラッシュから交換するっていうことがね、バトルファクトリーの再現、ネジキがフロンティアブレーンを務めているバトルファクトリーの再現になってるっていうのは激エモだなと感じてます。まずね、1つ目負け筋を消す使い方、そして2つ目即進化する使い方、そして3つ目各種コンボ、まあ、こんな感じでね話していきたいと思います。はい、まず基本的な使い方にはなるんですけれども、この負け筋を消すという使い方がありますね。で、これは自分の負け筋になってしまうポケモン V をトラッシュに送り込んで、V じゃないポケモンに変換する。まあ、これによって相手が残りサイド2枚っていう状況でね、ネオランと V を倒して勝ちだなんて思っている時に、自分のネオランと V をトラッシュに送ってメッソンとかにね変換したり、自分のクロバット V とかをトラッシュに送ってビッパとかに変換したり、まあそんなことをすることによって相手のねサイドプランを一気に狂わすことができますね。で、まあ同じようなことができるカードでウォロっていうカードあるんですけれども、まあ、これね、クロバットやネオラントを逃がすっていう用途においては、まあネジキの方がね汎用要請もあり優秀そうなんで、まあ、ウォロの使用者はぶっちゃけ減るんじゃないかなと思いますけれども、まあ、とはいえウォロはポケモン VMAX とか V スターがねダメージを負って倒されてしまうっていう場面でも使えるっていう点だったりとか、まあ、ネジキと違ってね出し直さなくていいんでトラッシュするだけなんでね、まあ、ベンチを減らして、まあ、パルキア V スターのね悪空のうねりのダメージを下げるとか、まあ、そんなね使い方もあるんで、一応ねネジキがね上位互換とは言えないっていう点には注意しましょう。はい、次にね2つ目の即進化の使い方なんですけれども、これはネジキにこの書かれてるね入れ替えたポケモンの特殊状態効果などは全て引き継ぐっていうね記載、このねテキストから読み取りづらいんですけれども、これはね前のターンに出したっていう状態も引き継いでくれるんですよ。で、まあこれどういうことかっていうと、前のターンから出してたメッソンとかをねネジキでトラッシュに送って、トラッシュのパルキア V とかを出すと、そのねパルキア V は前のターンから出ていたメッソンの状態を引き継いでるんで、そのターンねパルキア V スターに即座に進化することができるわけですよ。でこれはとても強力で、まあ、1ターン目にねクイックボールとかが引けなくてベンチになんかポケモン V 出せないで番を返しちゃうみたいな場面って結構あると思うんですよ。メッソンは置けるけどパルキア置けないよとかね、アルセウス置けないよみたいな結構あるんですけど、ネジキがあれば2ターン目にポケモン V を引くことができたら、それをねトラッシュに送り込ん でそいつをネジキで変換することができるわけですね。でそいつは進化できるんで、まあ、アルセウス V をトラッシュに送って即座にアルセウス V スターに進化で、しかもねエネルギーも1ターン目に貼れてればエネルギーもちゃんと引き継いでくれるんで、サポート権は使ってしまいますけれども、テンポをね最低限失わずに戦うことができるわけですね。まあ、他にも進化前のうちにボスの指令でこうアルセウス V とかがねミュウとかに狩られちゃうみたいなことって結構あるんですけど、まあ、そういう展開の時もネジキがあるとね対応できたりとか、まああの絶望的な場面でこれがあると、まあ、復帰できる可能性があるっていう1枚になってますね。で、まあこれら2点が、まあ、汎用的な基本的な使い方になってくるんですけれども、まあ、他にもねこのカードってもうコンボみたいなのがねちょっと僕でも全然思いつかないぐらいブワーってあるんですよ。で、まあ、結構 Twitter とか見てた感じで面白そうだなと思ったものだったりとか、まあ、シャロンがね自分で思いついたものだったりとかを、まあ、紹介していきたいと思います。まず1つ目がねミミッキュ V が、まあ、かなり相性良さそうですね。このポケモンはダミードールっていう特性を持ってて、まあ、簡単に言うと出したら次の番まで無敵になってくれるわけですね。これよく質問くるんですけれども、頂への雪道を後張りしても特性は止まりません。もちろんね雪道がある状態でミミッキュ出しても特性は発動しないんで無効になるんですけれども、ミミッキュのダミードールが働いた後に雪道をね張られてもそのダミードールはもう発動してるものなんでね消えないです。
で、まあ、ミミッキュ無敵なんでネジキで安全に入れ替えることができるわけですね。一旦確実にもらって入れ替えることができる、まあ、これ結構優秀 でそのままね別のカードにもなってくるんですけれども、アルセウス V スターのトリニティノバ、これってねポケモン V にしか今までエネルギー貼れないっていうのが、まあ、あったんで、まあ、例えばですけどアメージングライコーとかにトリニティノバで加速するっていうのはできなかったわけですよ。なんですけど今後はアルセウス V スターのトリニティノバでミミッキュ V に加速して、でミミッキュ V 無敵だからボスの指令とかで呼ばれても倒されないと。でそいつをネジキでアメージングライコーとか、まあ、アメージングイベルタルとかに変換して攻撃する、こんなコンボはね考えられますよね。基本的にこのカードはもうエネルギー加速系のものと相性がいいと考えてくれればよくて、まあ、ハピナス V でハッピーボンバーでねトラッシュからオーロラエネルギーとかをバーって大量につけてネジキで変換してアメージングポケモンを使うとか、そういうことももちろんできますし、あとはねモスノーとかチェリウム、氷雪の舞とか春ランマンみたいな、あれって水ポケモンにしかつけれないとかヒルールポケモンにしかつけれないみたいな制約があるわけですよ。なんですけど、まあ、バーってねめちゃくちゃエネルギーを、じゃあ例えばですけどモスノーで10枚ぐらいとかつけて、でそいつをネジキでハピナス V に変換してもういきなり300点みたいな、でそんなこともできますし、まあ、チェリムでもね似たようなことできますよね。あと強そうなのはねソルロックルナトーンですね。まあ、対戦とかで見たことある人だったらわかると思うんですけど、ルナトーンってもう1ターンにねソルロックが4回特性使えるんで4エネプラス手張りの5エネぐらいは毎ターンつくわけですよ。でルナトーンにその5エネついたルナトーンにネジキを使って、まあ、いきなりね5エネポケモンが爆誕するわけなんで、まあ、例えばですけどエネ要求が重いなんかケッキング V とかね、なんかそういう強力な種ポケモンと入れ替えてもいいし、ルナトーンは超エネ ×30 ですけどより倍率の高い怪しし V にね変換したりとか、なんかそんなこともねできたりしますし、まあ、エネルギー加速系はもう本当に無限大ですね。ピッピのねお月見パーティーでもいいし、あとねソルロックルナトーンで強そうなミュウツー V スターかな。ミュウツー V スターの微妙なところって、まあ、2エネを調達しないといけないというところと、まあ、進化前のミュウツー V の時点でやられてしまう可能性があるっていうねところだったんで、まあ、ルナトーンにエネバって加速してネジキ使ってミュウツー V で即座にミュウツー V スターに進化でそのままねサイコパージュみたいな動きもできそうなんでね、ミュウツー V スターももしかしたら強化かもしれない。あとね、まあ、ガラル三丁ね、ガラルフリーザー、ガラルファイヤー、ガラルサンダー、まあ、これらもね、それぞれチャージ特性を持ってますんで、まあ、トウタイプのね、ポケモンに変換したりとか、アクタイプのポケモンに変換したりとか、まあ、超タイプのポケモンに変換、まあ、超はね、ルナトーンとか、ピッピの方がいいかもしれないけど、まあ、そういうコンボも考えられますね。まあ、あと、レジギガスとかにも採用しても面白いかもな。古代の英知を使ったレジポケモンを、まあ、全然関係ないアメージングレシラムとかに変換して、いきなり270ダメージ出したりとかもできるし、あとはまあ単純にやべえもうトラッシュにレジロック2枚いっちゃっててレジロックねえよみたいな時に、いや手札に余ってるレジスチルネジキで変換しようみたいなこともできるかもしれない。あと単純に輝くリザードンとかを即座に使い回せるのも強いかもな。まあクララでいいと言えばいいけど、盤面にエネルギーがねついてるポケモンとかがいて、まあネジキ使って輝くリザードンに変換してみたいな、輝くリザードンとかね1体しか採用できないアタッカーのカードを使い回せるっていうのも強そう。あとねこれ個人的にワンチャンあるんじゃねと思ったのがミュウ V マックスへの採用ですね。まあ、というかここまでは結構ロマンにあふれるコンボをこう語りましたけれども、やっぱ現実的な話をすると、まあ、サポート券使うってやっぱでかいんですよ。今のポケモンカードって本当にターン数が短いんでサポート打てる回数っていうのがすごい限られてて、ネジキを打ってる余裕ってあんのかなっていうところも、まあ、正直なところありまして、でもミュウ V マックスってサポート券にめちゃくちゃ余裕があるから、ミュウだったらネジキをね、まあ、スムーズに打つことっていうのは、まあ、確実にできるわけですよ。でミュウの使い方としてはバケッチャとかを消費した後に、まあ、ミュウってめっちゃ邪魔になるんですけど、バケッチャを消してゲノセクトに変換とかね、まあ、そういう動きも強そうだし、あとミュウ V マックスでなんかサイコジャンプをした次のターンにミュウ V を狩られるっていう展開ね、もうミュウ V マックス使ってる人だったら何度も経験したことあると思うんですよ。サイコジャンプしてミュウ V 生き残んないと次のアタッカーいないよっていう場面とかの次のターンとかに、まあ、ミュウ V 狩られてしまっても自分の場にいるオドリドリとかをミュウ V に変換して
って MUV MAX に進化、まあ、そんな感じの動きもできますし、まあ、相手が強引にね踊り鳥とか倒しに来た時とかも復活できたりとか、あとは神連れのきらめきでゲノセクト V にしぶしぶ貼った時とかにゲノセクト V を後からねじきでメロエッタとかに変換してメロディアスエコーを狙っていくとか、まあちょっとね、まあ、ロマンといえばロマンですけど、まあ現実的に結構使いやすいデッキはミューかななんていうのも思いましたみたいな感じでね、もう本当に一瞬でねこんなにコンボが発見されるぐらいめちゃくちゃロマンにあふれる一枚なわけなんですが、まあ気をつけないといけないのは、うん、まあ山彦ホーンとかちょっと厄介かもしれないですね。復活させようと思ってトラッシュに送り込んでおいたポケモンとか山彦ホーンで呼ばれてしまったことで、例えばミルタンクとかにエネルギーめっちゃ集めててこいつを次のターンねじきで変換してやるぜとか思ってたら変換先が出されちゃうとか、なんかそんなハプニングもしかしたらあるかもしれないな。まああとは単純にそのサポート権の問題がありますね。うん。ただやっぱりデッキに1枚入ってるとそのネオラントとかの選択肢だったりとか、あとは裏工作の選択肢として使える1枚であることは間違いないと思うんで、結構ポケモン V が主体の裏工作系のデッキとかには1枚採用するっていう人は出るんじゃないかななんて個人的には思ってます。まあとはいえね、4枚採用するめちゃくちゃ最強カードとかっていうわけではないんで、まあ、本当に使い手の腕に託された1枚でもあるのかなという印象です。いやねじきめちゃくちゃ楽しみですね。ちなみにこのねじきっていうアクセントなんですけれども、イントネーションはこれがね公式のものになりますね。皆さんもねねじきじゃありませんよ、ねじきというようにね心がけていきましょう。まあ全然心がける必要はないんですけれども、はい、というわけでね、見てくださった方ありがとうございました。シャロンチャンネルではこのねじきを使ったね対戦動画なんかもやっていきたいと思ってますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。